こんにちは。line の野川健次郎です。本日は line ライブにおけるアーティストとファンを支援するための新機能開発と付加対策というタイトルで発表させていただきます。アジェンダに移る前に簡単に自己紹介をさせていただきます。自分は line の新卒入社2年目でエンタメ系の line 関連サービスを開発するチームに所属しており、line ライブや line music のサーバーサイド開発に携わっています。 最近はアプリケーションのパフォーマンス改善に取り組んでいて、負荷テストをはじめとするサービスの信頼性を向上するツールや技術に関心があります。本日は LINELIVE の概要について軽くお話しした上で、発表の前半では2020年に開発した新機能とその裏側の仕組みについてお話しいたします。また今年は新機能の開発だけでなく サービスの信頼性を向上させることを目的として付加テストの実施を行ってきました発表の後半ではその付加テストの取り組みや開発者が気軽に付加テストを行えるような環境づくりについてご紹介したいと思います LINE LIVE は動画の生配信を誰でも配信視聴することのできるライブ配信アプリです有名人の方々また LINE 公式アカウントを利用いただいている企業による配信も行われており チャットによって配信者や他の視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取ることができますサーバーサイドの視点から見ると有名人の方々や有名企業にご利用いただいているということもありそういった配信の際には突発的に大規模トラフィックが生じるという特性があります例えばこのグラフの例だと一つの大きい配信開始直後に1秒あたりの API リクエスト数が10倍以上に増えています 以降このようなスパイクアクセスをさばいている LINELIVE の裏側の仕組みについて簡単にご紹介させていただきます。こちらが LINELIVE のバックエンドアーキテクチャの概要図です。まずアプリからの動画ストリームを受けているメディアサーバーがあり配信者とアプリとの通信は RTMP で行います。RTMP はリアルタイムメッセージングプロトコルの略で主に 音声や動画のストリーミング用のプロトコルです TCP 上のプロトコルで HTTP と比較して低レイテンシーの通信が可能です配信者が送信した RTMP パケットを受け取ったメディアサーバーは動画ファイルを HLS 形式にトランスコーディングします HLS は HTTP ライブストリーミングの略で文字通り HTTP 上の配信をプロトコルです 音声動画ファイルであるセグメントファイルとその場所や再生時間などのメタデータを含むインデックスファイルの2種類のファイルを HTTP 形式で伝送します。HTTP の上で動くので CDN の利用と相性がよく多くのユーザーに視聴される配信を行うのに適しています。LINELIVE でもインデックスファイルとセグメントファイルを CDN に配置し視聴者はそこから取得したファイルを利用して再生します。 API サーバーとのやり取りは JSON 形式の HTTP リクエストで行い、チャットサーバーとのやり取りは w e b ソケットを通じて行います。この w e b ソケットコネクションはチャットのメッセージの送信だけでなく、サーバーからユーザーへの通知や、リアルタイム性のある機能のための制御用メッセージのためにも利用しています。また、LINELIVE で配信された動画は、ライブアプリからだけでなく、LINE アプリからも使用することができます。 そのため有名人の方が l i n e イブを配信開始した時 LINE の公式アカウントを通じてライブアプリをダウンロードしていなくても配信が視聴可能ですつまり l i n e イブの配信は LINE の1億以上のユーザーが視聴することができるので LINE 上で通知を受け取ったユーザーからの突発的なトラフィックが流入することがよくあります DB には MySQL キャッシュには Redis を利用しています スパイクアクセスを騒くために多くのデータをレディースにキャッシュしていて MySQL のリソースを節約しレスポンスを高速化しています非同期処理の実行にはカフカを利用しています時間のかかる処理で同期的に実行する必要のない処理はカフカに対してジョブを投げてコンシューマーサーバーがジョブを実行するといったこともしています LINELIVE は2015年にローンチされたサービスですでにリリースから5年が経とうとしています リリース後、2018年には複数のユーザーが同時に配信を行えるコラボ配信機能というのをリリースし2019年にはサブスクリプション式の有料チャンネルはやアプ,リ内でアプリ内で購入可能な流量配信の機能の公開しましまたそして2020年例年以上に多くの機能をリリースしました。 2020年のコロナ禍の中で LINE LIVE 開発チームは2つの軸に沿って開発できました一つは新機能の開発ですコロナの影響でアーティスト活動に支障が出て困っている方々が多くいる中その方々を支援するための機能をスピーディーに開発することが求められましたそしてもう一つはパフォーマンスの可視化と向上です自粛による影響でトラフィックが増えただけでなく 今年リリースしたチケット制のライブ配信機能によってより安定的にサービスを運用する必要が出てきましたそのため現在のシステムがどれだけのトラフィックをさばけてどこに課題があるのかを素早く把握することが求められました以降この2つの軸である新機能とパフォーマンス改善の取り組みについてそれぞれ紹介させていただきます今回は2020年にしたリリースした 2020年にリリースした新機能の中でも LINEFACETOFACE と l i n e l i v e v i e w i n g の2つの機能とその仕組みや工夫についてご紹介いたしま LINEFACETOFACE はいわゆるオンライン握手会の機能でこれを利用してアイドルファンの方々は実際の握手会の会場に行くことなく応援しているアイドルと1対1での会話を楽しむことができます。 ユーザーは自分が持つ持ち時間のみアイドルと会話できるようになっていますこの持ち時間は事前に配布されたコードを入力してその枚数に応じて計算されますユーザーは他のユーザーが会話している間待機し自身より前に待機器に入ったユーザーの会話が終了したら会話が開始されますユーザーとアイドルのビデオ通信は RTMP によって実装されています 先ほども出てきたように RTMP は TCP 上のプロトコルで HTTP と比較して低レンティシーの通信が可能ですファンとアイドルの通信は二つの RTMP ストリームを利用して実装されています RTMP のサーバーであるメディアサーバーがアイドルとファンそれぞれの RTMP URL を生成し Web ソケットコネクションを利用して配布します そしてアイドル側はアイドル用の RTMP URL を利用してパケットの送信そしてファン用の RTMP URL で受信といったことをお互い行うことによって通信していますフェイストゥフェイスの実施フローは四つの手順によって実装されています以降順にご説明しますまずファン側は事前に取得したチケットコードを一枚以上入力して ファンが待機すする、Q、に登録されますこの Q は MySQL 上のテーブルとして実装されていますアイドル側がフェイス2フェイスを開始するとバッチサーバーが Q からファンの情報を取得しますその後バッチサーバーは先ほど紹介したメディアサーバーから RTMP の URL をファン用とアイドル用のもの2つを取得しますそして Q からポップされたファンと アイドルに対してすでに確立されている Web ソケットのコネクションを介して RTMP URL が送信されます。この際、アイドル側にはファンの持ち時間も通知されます。RTMP URL を取得したファン側とアイドル側は RTMP パケットの送付と受信を開始してビデオ通信が開始されます。アイドル側で時間の計測を行い ファンの持ち時間が終了したら、終了 API を叩き、一つのセッションが終了します。バッチサーバーでは再度、Q からファンの情報をポップし、Q が空になるまで同じフローを繰り返すようになっています。Face to Face は既存の機能であるコラボ配信というものを有効活用して開発されました。コラボ配信は配信者2人がビデオ通信通話している様子をユーザーが視聴できるという機能です。 先ほどのフローの中にある RTMPURL と WebSocket による通知の部分はコラボ配信の仕組みをそのまま利用していますつまり Face2Face は Q の中にユーザーがいる間コラボ配信をループし続ける機能ともいえます開発体制としては通常の開発時は企画企画レビュー開発というフローを並列に短いスパンで繰り返す半分ウォーターフォールのようなやり方を採用しているのですがコロナの状況に合わせて素早くリリースするため 開発が企画時点からよりアグレッシブに参加する形で高速に開発しましまた既存のコラボ配信の仕組みを活用するということでコラボ配信の仕様と実装を熟知しているエンジニアが企画時点から結局積極的に参加することで既存リソースを有効活用できました2020年に開発したもう一つの機能が LINELIVEVEWING というチケット制のライブ配信機能です 事前販売されるチケットを購入することで LINE LIVE アプリまたは LINE アプリ上で生配信やアーカイブ動画を視聴できますリリース直後から多くの有名アーティストの方々の配信をしていただいています LINE LIVE ビューイングの新視聴機能は LINE LIVE と同じで LINE LIVE アプリやウェブサイトを利用して視聴するようになっていますチケットの販売サイト上で LINE ログインを行い チケットを購入すると、その LINE アカウントに対して視聴権限が付与され、ライブアプリや LINE アプリ上で使用可能になります。LINE ラ,ライブビューイングで問題となるのはスパイクアクセスです。チケットの販売には、枚数制限機能があるという点から、チケット販売後にスパイクアクセスが来ることが想定されました。LINE では LINE チケットというチケット販売サービスがあり、その運用による経験から チケット販売後のスパイクアクセスに注意すべきということを知っていましたまたチケット販売時だけでなく視聴時にもススパイクアクアセスがきますなぜかというと多くのユーザーが配信開始直後に視聴を開始するためですチケット販売サイトのトラフィック対策としてはオンメモリのキーバリューストアであるレディスによるキャッシュを対応していますトップ画面からチケットの購入に至るまで 参照のための m y s ールのアクセスを極力減らすことによってマイ m y s ールサーバーへの負荷を減らしレスポンスタイムを軽減していますウェブサイトのパフォーマンス改善を競うイスコンデのチケット販売サイトの題材の会で作文者が公開している模範回答でもレディスを利用したキャッシングを利用しており私たちも同じような戦略で負荷対策を行っています 例えばトップページに表示されている公園の一覧に表示される情報はすべてレディス上から取得しています新着一覧を例に挙げるとバッジサーバーが1分おけに MySQL から公園一覧を新着順でソートしレディスの Z セットに格納しています Z セットはソート済みセットでページングアクセスも高速に行えるためこの用途に利用しています配信開始時のトラフィック対策としては Redis によるキャッシュに加えデータの非同期更新を利用していますチケットには使用したかどうかを表すステータス情報がありユーザーがチケットを利用して配信を視聴した場合はそれを更新する必要がありますこういった更新は同期的に行う必要がないため視聴時には Redis に視聴した記録をフラグとして立て配信が終了した後にまとめて該当するレコードを更新する作りになっています 先ほど LINELIVE ではカフカを利用した非同期処理を行っていると言いましたがこの場合は配信開始後のスパイクアクセスによってカフカのジョブを大量に発行しないためにリリースによるフラグをを利用した非同期処理を行っていますこのようなパフォーマンスチューニングを行った後本番リリースの前にはチケット購入フローの負荷テストを行いました。後ににテストの話の話際にも出てきますが ホームへのアクセスからチケット購入までのフローを購入シナリオとしシナリオを並列で大量実行することで購入スパイクの付加テストを行いましたテストの結果サーバー1台あたりで1秒に200枚以上の購入をさばけることができ LINE チケットでの実績を考慮した上で当面の間問題はなさそうということでリリースされまたその後も安定してトラフィックをさけています ラインライブビューイングのような新しい機能やサービスを利用する前の負荷テストももちろん重要ですがすでにリリースされたものの負荷テストを継続的に行うことも同じように重要です。ここからは LINELIVE で取り組んでいる負荷テストについてご紹介します。2020年 LINELIVE のプロジェクトでは大きなフェーズの転換がありましたそれがシステムの信頼性向上に対する要求増加です。 この要求増加は主に三つの要因によって生まれました。まず一つはラインライブビューイングの登場です。今年リリースをしたラインライブビューイングでは、チケットを配信より前に販売します。そのため、今まで以上に配信の視聴時の U. X. に安定性を持たせる必要が生じました。また、サービスの成長とコロナウイルスによる自粛によって、今後のトラフィック増加が予想されることも要因の一つです。 最後に今年の初めに大規模障害が生じたのも要因の一つになりますこういった要因から開発チームの中でシステムをより信頼性のあるものにしていく取り組みが始まりました先ほどの要因の一つである大規模の障害は通常のピーク時の3倍以上のトラフィックを押し寄せた同時視聴者数の多い大規模配信の際に生じました API サーバーがマイエスケールのコネクションをリクエスト処理中に保持し続けてしまうという問題とリリースのトラフィックが不要なキーバリューによって圧迫されネットワーク帯域が上限に達してしまう問題によって1時間以上サーバーのレスポンスが不安定になりましたこういったリソースの問題はコードレベルのテストでは発見しにくい性質がありますまた LINELIVE では大規模の配信時に通常の数十倍のトラフィックが生じますそのため 大規模配信時に生じる問題を通常時の負荷のモニタリングから予測するのが難しいという問題がありますそこでこういった大規模配信時に生じ得る潜在的な問題を発見するために人工的な負荷をかける負荷テストの取り組みが始まりました私たちが目的にしているのは不定,的に不定期に行われる大規模配信時に生じるリクエストを安定的にさばけるようにすることです そのためには同等またはそれ以上の負荷がかかった際のパフォーマンスを分析し問題があれば修正といったプロセスを繰り返し行っていく必要がありますこのプロセスの中で想定する負荷と同等以上の負荷をかける必要があるというところが重要ですまず平常時にかかっている負荷では不十分です 大規模配信でかかる負荷と比較して通常の配信負荷は十分の1以下であることが多いので平常時にかかった負荷のパフォーマンスの分析では多くの問題を発見できません例えば先ほど紹介したコネクションリークの問題においてもコネクションプールの枯渇は同時視聴者数が増えた場合のみ深刻化する問題ですまた本番環境で行われる大規模配信は負荷はもちろん十分かかりますが 1>, 1ヶ月といった単位で間が空くことがあるのでそこを待っていると改善の効果測定であったり新たなパフォーマンスの問題の検出といったパフォーマンスス改善全体のプロセスが遅くなってしまいまいすそれに対して負荷テストは高い負荷をかけることができかついつでも実施することができるので改善のプロセスを早めることができます。またかける負荷も調整できるので今までシステムにかかったことのない極端なワークロードもかけることができます。 将来そういった負荷がかかることも十分にあり得るので、この利点は非常に大きいです。こういった理由から私たちは既存システムに対する負荷テストの継続的な実行を重視しています。実際に負荷テストを行っていく上で運用上注意すべき点は数多くありますが、私たちはその中でも三つの点を特に重要視しています。まず一つが再実行性です。いつでも簡単にテストを実行できることを意味しています。 同じ条件または異なる条件のテストを簡単に実行できることによって改善や分析のプロセスを早めるだけでなくエンジニアへの負担が少なくなれば継続して負荷テストを実施できるので非常に重要です。ちなみににでは過去に新機能の リリース前に簡易的な負荷テストを行うことはあったのですが、スクリプトが共有されなかったり再実行性の低いやり方で行われていたため継続的に改善のプロセスを回る回る回すことができてできていなかったという背景もあり再実行性を重要視しています。二つ目が結果の理解しやすさです。実行後に結果の概要をすぐに受け取ってさらなる分析や改善の足がかりにできることが重要です。実行だけ簡単にできても 結果がどうなのかを理解するのに時間がかかれば改善のプロセスは早く回らないからです最後がシナリオの編集のしやすさです既存のシナリオは編集したり新しいシナリオの追加が簡単にできることでアプリケーションの更新に追従しやすくなり負荷テスト自体の結果が意味をなさないといった事態を避けることができます実際 LINE LIVE のアプリケーションは2週間に1度早い時には1週間に1度更新が行われるのでシナリオのメンテナンスコストは重要です 1>, 1つ目の再実行性を担保するために、line live の負荷テストは Slack 上で実行できるようになっています。ドットストレスという予約後と表示されたシナリオは移動を入力することで、負荷テスト実行サーバーにリクエストが飛びます。シナリオに対してパラメーターも指定できるようになっており、例えばアプリの視聴シナリオを同時、視聴者数5000で実行といった制御が可能です。これによってエンジニアに負担をかけることなく、簡単に負荷テストが実行可能です。 LINELIVE では αβ 環境のデプロイを s l a ク上で行えるようになっておりそれと同じような感覚で負荷テストを行えるように実行できるので学習コストも低く新しく上ンしたメンバーも簡単に使えます2つ目の結果の理解しやすさに関しては負荷テスト終了時に s l a クに結果のレポートが送信されるようになっていますレポートには3種類の情報が含まれますレポートの一番上に表示されるのが負荷テストの結果の合否です テストが通ったかそれとも落ちたかが一目でわかるようになっています。負荷テストの結果の合否をどのように定義しているかというと、API レスポンスのステータスコードが200であるというのと、レスポンスタイムのパーセンタイル値が指揮値を下回っているかどうかというものです。LINE ライ,ンイブの主張シナリオの指揮値は1.5秒に設定しています。二つ目の情報がクライアントサイドのメトリックスです。 1>, 1秒あたりのリクエスト数である RPS といった値と各 API ごとのレスポンスタイムのパーセンタイル値などを解えにしていますそして3つ目の情報がサーバーサイドのメトリクスですこれはグラファナのグラフとして表示するようにしていますロードアベレージや CPU ユーセージといったサーバーのリソースや先ほど紹介した障害で問題となった MySQL のコネクションカウントを優先的に表示しています こういった付加テストの結果を見てさらなる分析の足がかりにすることができます最後の編集しやすさに関してはシンプルで Git のレポジトリにシナリオをプッシュしたり編集したりすると自動的にアプリケーション側のシナリオリストが更新されますここまで私たちが付加テストにおいて何を重要視しているかを説明してきましたがここからツールやシステムのアーキテクチャについてご紹介します 付加テストの実行エンジンとしては OSS の付加テストツールである K6 を利用しています K6 では JavaScript でシナリオを記述可能で他のオープンソースのツールと比較してシナリオの実行同時実行の単位であるバーチャルユーザーの数をステージごとに調整する処理が記述しやすいという利点がありますただ複数台マシンによる並列実行はデフォルトでサポートされていないため私たちは自前に複数台にまたがった実行機能を実装しています こちらが付加テストのシステム全体のアーキテクチャです Bot API と呼ばれるアプリケーションのデプロイなども担っているスラックボットのバックエンドがシナリオの実行ナイズとシナリオ ID を受け取り付加テスト実行マネージャーにリクエストが行きますリクエストをもとに実行マネージャーがテストノードに処理を終わりあってテストノードが K6 を利用して付加テストの実行を行います テストの実行が終了した後実行マネージャーが結果をスラックに通知しますスラックへ通知する結果には K6 が出力するデフォルトのレポートに加えて各 API のレスポンスタイルのパーセンタイル値など独自のものも含まれていますまた先ほどご紹介したようにテスト実行区間のターゲットサーバーのグラファラのダッシュボード URL を送信しますスラックにグラファラのダッシュボード URL を添付するとボットがそれを検知してダッシュボードの画像を スラックにアップロードしてくれます。付加テストの種類としては、二種類を行っていて、一つが A. P. I. 単体のテストです。こちらは A. P. I. ごとのパフォーマンスを可視化することを目的として行っています。これはすべての A. P. I. に対して、行っているわけではなく、頻繁に呼ばれるものを重点的にテストしています。そして、もう一つが、シナリオテストで。 想定シナリオにおけるシステムのパフォーマンスを可視化することを目的としています。シナリオの例としては配信開始時のアプリからの再生スパイクなどがあります。負荷をかけるサーバーはベータ環境やリアル環境とは別にロード環境というものを用意してそこに負荷をかけるようにしています。ロード環境におけるサーバーインスタンスはリアル環境の10%になるようにしています。 理想的にはリアル環境と同じ数を用意すると結果の分析はしやすいのですがライブの本番環境は数百のインスタンスを利用しているのでコスト面から10%にしています。負荷テストをを導入直後に検出さされたた問題を紹介させていただきます。アプリの視聴シナリオでの負荷テストの結果が想定よりも悪い結果だったので調査してみると極端にパフォーマンスの悪い API が存在しました。 さらに詳しく見てみると最近追加されたコードによって n プラス1のクエリを発行しているところが生じていましたそこはギフトアイテムという視聴者が配信者に送ることのできるアイテムの一覧を返す API でアイテムの個数分だけクエリを発行している箇所がありそこがパフォーマンス悪化の要因になっていましたまた アプリ市場のスパイクアクセスのシナリオテストによって急激な負荷をかけるとマイエスケールのコネクションプールが枯渇するので調査したところコネクションハンンハドリングの問題がが一部解決されていないな箇所がありました実際に運用を開始してからまだ1か月しか経過してないですがこのように実際にパフォーマンスの問題を検出できていますまたこのくらいのトラフィックはさばけるという数値的根拠を持つことができるので サーバーサイドエンジニアの精神面の負担が減ったと感じます今回の発表では2020年に開発した2つの新機能の裏側と今後の成長を支えるための負荷テストの取り組みについて紹介させていただきました私たちが負荷テストにおいて重要視している再実行性理解しやすさ編集しやすさの3つの点を紹介しそれを実現するためのツールやアーキテクチャを紹介しました 付加テストはサービスのリリース前だけでなくリリース後にパフォーマンスを向上維持していくための一つの選択肢として有用ですまだ始めたばかりで探り探りやっている状況ですが今後も知見を蓄積しながら取り組んでいく予定です LINE LIVE では今後も新機能の裏側やアプリケーションの改善についての知見をブログなどで紹介していく予定なのでぜひチェックしていただけると幸いです ご視聴ありがとうございました。